今回はこちらの鈴木エブリーという商業者に、シートのご注文にお越しの際に、お帰りまでの間にプラス PPL のお試しを行っていただきました。カーボン式のマニュアル車でプラス PPL のお試しに出てきました。どうですか？ギア軽いだろ、はい、ギア軽いでしょ、ね、ギア軽くなるんだよね。あの突き当たりを左です。いや、なんか軽そうですよ、見てて、はい、軽いですよ、軽いです。あとね、ここへ戻ってきて外すから、はい、ありとなしの体験をしていってください。結構ユニークです。いいかもしんないよ。なんかすごい低いところで走ってるよね、なんかフラットに。じゃあ普通にまっすぐ行っちゃってください。で、高速に入れてみ。多分力ついてるから今までよりはスムーズに走ってると思う。そうでしょ、車戸惑わないでしょ。別に秒速入れても平気で行っちゃうでしょ。これは空気の抵抗が落ちてるんだよね。そしたら、はい、この先今バス出てきたとこ、あそこで U ターンしたいの、はい、右のウインカー出してくれる。で、先からキュッと来た方に戻ってる。あ、上手上手。はい、行っちゃいましょう。で、来た道へ戻る。手前で様子ませて、そうです、そうです。で、来た道へ戻る。ここ覚えておくといいよ。また来るから後で外して。ここ覚えておくといい。外すとすげえ運転しにくくなる。あとね、意外とセンターラインに沿って走ってるんだけど、はい、外すとね、少しね、外に膨らむ。タイヤのグリップが落ちるんだろうな、はい、あとギアの軽さと、やっぱり抜いてちゃっていいかもしれない。乗降車いるみたい。ちょっとアクセル強めに入れてみ。すげえスムーズに音も軽快になったと思う。気をつけてね。今のところのデコボコなんかをグッと来ていいですよ。乗り心地がとにかく違います。外すとすぐ分かる。左折のインカー出して止まって、必ずね、あのガードレールのところに寄せて、で私外してくるから。そうするとエアコンの温度なんかも覚えてくるって。今後ろの車が整備できたら U ターンして今のテストコースに戻ります。エアコンの温度の感じとかそういうの。エアコンが変わってる気がする。変わってるよな。じゃあ、はい、今のコースに行きましょう。あとね、ハンドルがタイヤが手強くなってるよ。グー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 言ってるでしょ。あ、もう全然違うし、乗り心地が。あと音だな。あ、これどう思う、これ。もう路面から見るから完全に角がありますよね、こっちは。あるよね。どう思います、これ。これメカチューンでやったら大変ですよね。どんだけやればこうなるのみたいな。ギア渋くなったでしょ。あとやっぱり音が全体的に上がったのと、はい、いつも上ついてるような揺れ方してるよね、はい、低いところ走ってないよね、はい、で、そこを過ぎたらさっきと同じようにね、はい、あ、もうまっすぐでいいや。まっすぐ行っちゃいます、はい、で、向こうに行くとコンビニがあるんで、はい、まあ、すいません、ご協力の方お願いいたします、はい、面白かったでしょ。いや
なんかね、こうふらついてる感はありますよね。あるよね。いつも、はい、いつもふらついてちょろついてますよね。そうですね。さっきのなんかね、芯が出た乗用車みたいにシューっていくんだ。じゃああそこ左折になります。多分ということで、皆様も、皆様のご自身のお車でこのような体験が行えます。もちろん体験をするまでのコストは、0円でございます。あらかじめご予約をいただき、ご来店いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。